はい、たくみソフトの高井です。今日は花王さんの話を少ししたいと思います。花王さん、あの石鹸の花王さんですね。花王って山形でしたっけ？私の友人が昔なんか言ってたんですよ。山形を代表する企業に花王があるんだ。なんかそんなことを聞いた記憶があって、そうなんだぐらいで。当時20歳ぐらいの私は思っていたんですけど、実際調べたことがないので、分かりません。でも間違いなく日本の企業さんであるっていうことですね。花王が今取り組んでいる、一つのプロジェクトといいますか、そういったものに RNA という、花王の皮脂の情報から皮脂の情報と、あとお客様、いろんな化粧品などを買っていただくお客様から、いただいた口コミ情報、この2つをドッキングさせて、より良い、化粧品、次なる、サービスの提供というのを狙っているというふうに、いう情報を見ました。そのすごいところは RNA の取得するのに、いわゆるあの皮脂を取るのに、汗の吸い取りパックみたいなものをこうお客様モニタリングさせてもらって、それを何万というデータを集めてデータベース化して、口コミ情報と付け合わせをして、AI でどういったサービスか、このお客様、この手の RNA の、RNA の分類をするんですけども、この分類に合ったお客様はどういうものが求められるか、どういう化粧品を使ったら、化粧品が無駄にならず、肌に合うとか合わないとか、そういった問題を生じさせず、提供できるかというところにチャレンジをしようとしています。しかもそのデータの収集が、来年の2023年の末までに、データ収集を終えて次の年にはっていう、そういう青写真が描かれてました。いよいよですね、化粧品というその一つの商品をとっても多くのデータ、多くのサンプリング、そこから、その統計情報を掛け合わせて、次のサービスを創造するっていう、そのような段階に入ってきている。これは化粧品だけじゃなくて他の業界も、十分起こってくるであろうと思います。そうなってくると、私は一番こう考えなければならないなっていうふうに思うのは、データをいかに判断するかっていう、そのスキルが今問われているというふうに思っています。私自身データを扱ってお客様に提案をする仕事をしています。なので私自身もたくさんのデータ、たくさんの、統計情報に触れる機会がおそらく多いのではないかと思うんですけど、そのデータを使って、お客様にご提案をしたり、問題の、発見を促したり、そして何よりそのデータをもとにお客様に行動を起こしていただくっていうことを心がけています。データだけではお客様の行動は起きません。データをもとに、データをしっかりと読み、このデータが意味するところを共有し合い、お客様に納得していただいて、初めてお客様が考える土俵に上げてくださいます。その上でチャレンジしてみようか、試してみようかっていうような舵取りができてきます。データを正しく見るっていう、その正しさというのは、見る人によってデータの見方は変わります。なので、見方は一つじゃないと私は思っています。ただ大切なことは、お客様に提案を促し、お客様の行動に結びつけさせ、そして最も大事なのは成果を上げるってことですね。
成果を上げる、まあ、ドラッカーに通ずるところですけれども、成果というのは生半可ではありません、むしろ行動してデータを分析して行動して、やってみたからじゃあそれですぐに成果が上がるかというと決してそんなことはなくてすごく厳しくて、失敗ばかりです。私もたくさんの提案をお客様にしてますが多くは失敗してます。本当にたくさんの失敗を繰り返してその中でお客様に次の策そういったものをさらに、ご提案していくようなことが多くなっています。私は失敗っていうのはお客様には非常に申し訳ないんですけれども、通らなければならない道だと思ってます。というのは、思い込みとかあと自分の視野の狭さとかやることによってでき、本当に必要だったこととかが見えてくることがあるからです。問題点がそこで初めて見えるということがあります。ですから失敗っていうことを恐れずに私は常にチャレンジをしてデータの分析をしています。で今後もそのような感じでぜひやっていきたいというふうに思っております。皆さんどうでしょうね、データを正しく見ることはできるでしょうか。正しく判断することはできるでしょうか。そして成果を上げることはできるでしょうか。どれぐらいの人がその成果を一撃で上げることができるでしょうか。ぜひ一度考えてみてください。私は残念ですが一撃で成果を上げることができる人間ではありません。何度も失敗するし何度も挫折をします。でも必ずチャレンジをして這い上がってきます。そのように、思って仕事をしております。まあ、今日はちょっとですね、精神論がかなり多分にぶっ壊んでしまいましたけども、暑くなってきました。今日はこの辺で終わりたいと思います。それでは皆さん、さよなら。